どうも、長めるダイです。刀真一郎です。今回はヒップホップ好きじゃない日本人でも一度は聞いたことがあるラップスターエミネムの半自伝映画8マイルについてなんですけど、エミネムならヒップホップとか全く聞かない俺でも知ってますよ。で、まず僕はヒップホップが日本で流行らないのはダウンタウンの推説とかいうとんでもギャグ考察動画を上げたり、自分でも曲作ったりするぐらいヒップホップ好きなんですよね。で、中学生ぶりにこれ見返したんですけど、やっぱこの映画やばいっすね。もう普通に泣いたわ俺。まあ、とにかく最後のライブのエミネムがかっこよかったって気を引くしかないわ。あのね、この映画の何が素晴らしいって、シンプルなプロットとシビアなテーマに尽きると思うんですよ。やもんで、これヒップホップ映画ってイメージが強いかもしんないけど、実はド直球な青春映画って雰囲気の方が強いんで、見たことない人にはマジでおすすめしたいんですよね。はい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 。じゃあまずはざっくりとしたあらすじから。どうしようもない母親と幼い妹とトレーラー暮らしの貧乏青年エミネムはラップで成功したいという夢があった。そんなエミネムは様々な厳しい現実の荒波に揉まれながらも、成功への挑戦権を自らの力で手に入れるって感じの話なんですけど、ラッパーって子供の頃からずっとイケてるやつらってイメージだったから、エミネムの街の中での立ち位置のイケてない感じが俺はなんかリアルで好きだったね。ああ、はいはいはい。確かに、95年のデトロイトの大敗的な現状の演出も相まって、デレ生々しい雰囲気あったよね。はい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 。でもね、そんな細かいことより、まず映画の幕開けにいきなりモブディープが爆音で流れるだけで、ヒップホップ好きにはえげつねえスタートなんですよね、あれ。僕はキリスト教でもないのに、思わず胸の前で十字を切って、RIP プロディジーってつぶやいちゃったもん。はあ、すいません、そんな空気になると思ったんで、今回はヒップホップ好きに刺さる部分に関してはあんまり触れないようにいこうと思います。あくまで映画として話していきますね。そっちの方が助かります。まず僕の好きな一つ目がシンプルなプロットなんですけど、この映画は冒頭でフリースタイルバトルの時にエミネムが緊張で頭が真っ白になって声が出なくなるっていう失敗から始まるんですよね。でラストは全く同じ状況になって、今度はエミネムが成長の跡を見せて勝つって流れなのよ。はい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 。これよく言われる短編の小説や漫画で用いられる最も基礎的なプロットの一つなんですよね。冒頭で主人公の弱点と目標を同時に演出して、それがどう変化していくのかを描いた上で再度同じ局面に叩き込んで成長と自己実現を表現するっていう一つの方程式なんよこれ。つまりこの映画って非常にシンプル極まりない流れでキャラだけを見せてくれるんで、デレ単純に感情移入していける構造になってるんですよね。確かにミステリーとかも面白いけど、なんだかんだ一人の主人公をずっと見ていく物語が王道ですよね。そうなんですよ。んで、この方程式を使う上で最も重要になってくる要素が、主人公の魅力とそれを通して訴えてくるテーマ性やと僕は思うんですよね。逆説的にここが魅力的で強力やと、プロットなんてシンプルであればあるだけいいと思うよ。テーマ性って8マイルで言ったら夢を諦めるなって感じ？そうなんですよ。僕がこの映画の最も好きな部分がシビアなテーマなんですけど、この映画のメインテーマって夢を諦めるなっていうより、より厳密に言うと夢を追うことと現実逃避の違いやと僕は思うんですよね。ああ、言われればそこの境目ってちょっと曖昧かもね。じゃあこの映画の流れをざっくり追っていくと、トレーラーハウスで母親と貧乏暮らしをしていることが最大のコンプレックスであるエミネムは、その声だめみたいな生活からラップで脱出することを夢見てるんですよね。でもエミネムの人生には逆風が吹きまくっていきます。黒人文化の象徴でもあるヒップホップカルチャーに白人のエミネムが入ることにより、黒人たちの差別感情を刺激してしまい、バカにされ受け入れてもらえなかったり、母親は男とビンゴにすがる生き方から変えられず現実を見ない、親友も善意からバトルに申し込んでくれたのに、もうバトルはコリゴリなエミネムは切れちゃって喧嘩しちゃったり、好きな女は口だけ野郎に寝取られちゃって、最終的にラスボスパパドック一派にはボコボコにされちゃったりします。確かにエミネムってずっと辛いことばっかりだったよね。そんな生活が続き、エミネムは漠然とした夢を追う状態に疲れを見せます。いつ夢に諦めをつければいい、高望みを捨て地に足をつけるのはいつだと、非常に印象的なセリフがありましたよね。はいはいはい。でもこの映画よく見るとエミネムってあんまり具体的に夢を追ってないんですよ。がむしゃらにラッパーとして成功を目指してるって感じじゃなくて、現実逃避願望の方が明らかに強いんですよね。ほう。これの象徴的な要素として、エミネムはもうバトルに出たくない、うさんくさいウインクのコネの話を真に受けてる、この二つが重要やと僕は思うんですよ。どういうこと？あのね、エミネムって冒頭の屈辱的すぎる失敗のせいで、もう自分の実力が信じられなくなってたんやと思うよ。はい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 。二度と人前で恥をかきたくない、誰でもそう思いますよね。
やもんで遊びではフリースタイルいっぱいするのに決してバトルには出ようとしなかった。でもエミネムは貧乏トレーラーハウス暮らしから脱出したかった。自信がないから自力ではあがかないけど死ぬほど現実を変えたい。ならばもう他力本願しか選択肢はないでしょ。そこに自覚があろうがなかろうがね。はい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 。やもんで信憑性を問わずうさんくさいウインクのコネの話を受け入れざるを得なかったんやと思うよ。そう言われるとビンゴと男にすがってたエミネムのお母さんと一緒だね。そうなんやって。実際作中でエミネムが母親にビンゴ当たったのって聞いたらデモ音源は作ったのって、この二つは同列の存在として語られてしまう場面もありましたよね。まああのラッパーとして成功するなんて宝くじと変わらないって意味でもあるとは思いますが、でもそんな時に頼みの綱のウインクにアレックスを寝取られてしまいます。んで成功への唯一の雲の糸やと思ってたウインクとの関係は切れちゃって、アレックスも失い大事な家族や友達とも揉めちゃった挙句パパドッグたちに殺されかけてしまいます。で完全に行き場をなくしたエミネムはトレーラーハウスの前で呆然自失となるんですが、そこでなんと母親がビンゴで得た大金を持って帰ってきます。俺こっからの流れめっちゃ好きでして、はいはいはい、要はこの稼ぎ方がいいか悪いかは別として母親は自分で運を掴み取ってきたんですよ。ああ、ほうほうほう。んでここでエミネムはウインクのこれという他力本願を当てにせず自分でデモ音源を作ることを決意します。んでさらにエミネムの背中を押すのがアレックスなんですよ。彼女はウインクを利用してチャンスをもぎ取りニューヨーク行きを勝ち取ってたんですけど、まあ、正直何中したたかな女やって感じもしますがね。でも女の方がやっぱそういうところはクレバーでタフだよね。ここまでのエミネムはウインクのコネの話のせいもあっていつか自分にも追い風が吹くチャンスが来るはずって思ってて自発的に動いていなかった。でも目の前のアレックスは全然違ったんですよ。どんな手を使ってでもチャンスなんか待たなくても自力で夢への挑戦権を勝ち取ったわけじゃないですか。こうなったらもう行くしかないでしょ。自力でクソったるな現実を変えてやるって誰でもなるでしょ。ここで行かなきゃ男じゃねえってやつだよね。そうなんよ。でバトルのラストでは二度と恥をかきたくないというちっぽけなプライドを捨てて真正面から現実と向き合ったリリックで見事勝利をつかみます。ずーっと首振りながら見ちゃいますよね、あのラストシーン。はい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 。もうヒップホップ最高ってなりますよね。カッコつけることなんか全然ヒップホップのいいとこじゃないんですよ。自分の人生丸ごとさらけ出した歌詞をラップとビートに乗せることなんですよ。その度胸と根性とセンスに人はリスペクトを送るんですよ。ヒップホップにおいてリアルって一つのキーワードですけど、一側面においてはこれって文字通りそのまんまのニュアンスなんですよね。そして俺は30超えて改めて8マイルからこんなことを学びましたよ。はい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 。何何？現実と向き合って戦った先にしか夢は待っててくれないんですよ。何そのかっこいいセリフ。自分でこの映画作ったみたいな言い方しちゃん。いや本当に何回見ても最高の青春映画ですよ。ラストシーンとか覚えとる？実はエミネムって工場の残業中やったもんで勝利の美酒に酔いしれることもなくまっすぐ工場帰るんですよ。見ろよこの背中。今からプレス工場の残業に向かう背中選手権やったら完全に殿堂入りだぜ。何その参加者一人だけっぽい選手権。でも確かにかっこいいな。やろう。では最後にいつ夢に諦めをつければいい、高望みを捨て地に足をつけるのはいつだって強烈なセリフがありましたが、現実と向き合って戦い続ける限り夢を自ら諦める日なんかないって言いたくなりますよねってところで、じゃあお疲れっす。止められねえさ泣き残るのまま俺はスタッピースティールランディスタン誰にとっても今日こそが人生で残された一番若い日ゲロウィズテイクアチャン。